ヤガラ科は、トゲウオモクに所属する魚類の分類群の一つ。ヤガラ属のみ一属で構成され、青ヤガラ、赤ヤガラなど四種が含まれる。仮名の由来は、ラテン語のフィスチャラから。ヤガラのように、細長い魚でヤガラとも書く。ヤガラ科の魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。 日本近海からは赤ヤガラ及び青ヤガラの2種が知られ、前者は高級食用魚として珍重される。このほか、マダラヤガラは大西洋、エフコーネタは東部太平洋に限局して分布する。本科魚類はサンゴ礁や岩礁などの比較的浅い海で生活し、小魚や甲殻類を主に捕食する。細長い筒状の口を使って岩や サンゴの間に潜む獲物を吸い込むことに適応している。赤ヤガラは、味の良い魚で、乳化量が少ない、白身の高級魚として扱われる。ワンモ司スシシュ、刺身で食べられる。青ヤガラ。細長い体と筒状の口、後方に伸長する、尾ひれのヒレ状が、本家魚類の特徴であるヤガラ科の仲間は、細長い体型を持ち、糞は細長く筒状に発達する。 最大で全長1.8メートルにまで達するが、通常は1メートル未満であることが多い。近縁のヘラやガラカとよく似た外見を有するものの、ヤガラ類は口ひげを持たず、肛門の開口部が腹びれのすぐ後ろに位置するなど、形態学的な際は比較的大きい。体表には鱗がなく、一部の種類では小突起が列状に並ぶ。側線はよく発達し、 背部正中にこを描きながらおひれひれ状にまで達する。背びれと尻びれは、棘状を描き、いずれも十三から二十本の難状で構成される。おひれは二股に分かれ、中央の二本のひれ状が著しく伸長する。椎骨は七十六から八十七個で、原ラの二本の突起のうち後方のものは、退縮傾向を示す。やがらかには、 ネルソンの体系において一族4種が認められている。赤や柄。やや深みに生息する種類。食用になるほか、糞は漢方薬としても利用される。ありがとうございます。